ようございます。画家の小木曽です。今日の動画はですね、水面を描くということで、水面に特化した川一つ、海が二つですね、に特化した動画といたしました。2枚の作品に関してはまだ全然途中なんですが、ある程度こちらの作品は終わりかけている作品となっております。まあ、皆さんにとって水描くのとか水面描くの難しいと思いますので、そこの部分だけに特化して、作りましたので、ぜひ楽しんで見てみてください。どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。これはローマですね。全然途中ですけど、下のところですね、川ですね、に映っているところを描いていこうと思います。まだこう、ま、大きくだんだんと絵の具を乗せただけで完全に乾燥させた状態で、そこから描いていっています。あれ変だぞって感じかもしれませんが、そうなんです。私水面まず描くとき、大体はこうやって立てて描いてるんですね。で、動画上これはぐるっと横に、90度回転させて、写しております。絵の方を正しく、だから私が右上から出てきているのはそういうことです。絵を立てて描いて、要は縦の線の方が楽なんですね。ワンチンを置いたりするとですね。そして大まかにまずこう全面にこう溶き油、ポピーオイルを濡らしておいた上に、もう少しこう細かく描いておいて、ですね、そこから細かい仕事をしていくんですが、空の映っている、もうとにかくこういう川面のコツというのは、何が上にから あって下に映っているかですね。建物が、明るいものが映っている、空が映っているということをちゃんと認識しながら描くということが大事です。なんとなく描いててもダメですね、こういうところはですね。だから空の色で、若干空の色より、水面に映っているところというのは暗めに描いておきます。まあ、これ絵を見てわかるように、そんなに空と色が変わらないんですが、後々ですね、この空というのは明るく描いていくんですが、まずここの部分だけは、水面だけはお見せしておこうと。で、平筆をこういうふうにこう使って、タッチをですね、横の方向、描いてるのは縦なんで、縦にですね、縦の方が楽なんですね。でもこういう風に横にこう描いていきながら、初めに描いたやつよりも少し細かい仕事をした後に、このように細い筆でチュン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 、わー苦手なやつやーって感じかもしれませんけども、とにかくここに何が映ってこっち側に映っているかということをしっかりと考えながら描いていきます。そして横のストロークですね、多くというかほとんどそれだけで描いていくというような感じにしていくんですね。ちょん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 と、今回は15分程度の短い動画ですけども、こういうふうに2層目ですね、これは2層目。そしてこういう扇形の筆とかで少し筆のタッチをなくしておこうかなとかいう感じのことを間にかませることもあります。かませる、それによって、また複雑になっていく。まあ、デッサンなんかでもですね、たまにこう殺筆で書いてみるとか、複雑にするようなプロセスを途中間にかませることがあるんですけども、こういう風に油絵でもかませていきます。そしてより細かく書いていきながら、2層目というのは終わっていきます。そして3層、4層ぐらい、同じようなことを繰り返します。で、同じようなことを繰り返して、どうやって書いてるのかわからへんわ、ぐらいのことに持っていくんですね。だから、この2層目というのは案外大事ですね。で、こう書けるだけ、絵の具が乾かないうちに書けるだけ書いていこうということで、このように、てん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 っていう感じで、横の線が中心というか、もう全部ですね、に書いていきます。向こうに、上側が下にどう映っているかということを考えながら、ここなんでこういうふうに赤っぽく見えるのかなとかっていう、もうとにかくこう物を認識することが大事ですね。物を、そしてどれぐらいのこう波の揺れかなとかっていうことも大事にしながら、理解しながら描かないとなかなかこういう作業は難しいです。なんとなく。そしてこう、このブルーですね、空のブルーというのは案外大事ですね。こう同時にやはり描いてあげるというか、ブルーの空も描いてあげて、建物が映っているものも描いてというのを両方同時に描いていきながら、やってあげてください。ここまで見せんのかって感じでしょ。全然いいですよ。見せてもいいんですよ。皆さんね、ついてきてくださいよ。ね、どん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 もう先にこういうこといろいろやってきましたんで、皆さんにお見せしても僕はね、なんとも思いませんので、ぜひぜひ。だからこう、絵の見方が変わってくれたら嬉しいんですね。皆さんがこう展覧会とか行って、あ、
もしかしてこうやって書いてるかな、ああやって書いてるかなっていう想像するのも楽しいじゃないですか。あーですね、ただわー写真みたいとか言われるかもしれませんが、ほんの少し絵の具の厚みをつけているとか、そういうことまでこう 見れるようになってくると、皆様2の見方になってまいりますので、例えば手前の方ちょっと絵の具厚くしてるとかね、微妙にそういうことを変えるんですね。でそれによってリアリティというのが増していくということをしております。このように、書いてきました。あ、ちょっと加筆する前ですね、これは水面描く前の段階を少しお見せしておきます。加筆後ね、だいぶ映ったような感じに見えませんか。あ、これで2層目なんで、また3層4層とやっていきますが、このような途中の段階をお見せしておきました。あ、こういうディティールを見ると、あ、なんか映っているような感じ、上のものがちゃんと下に反映されているなということで、次の作品はこちらです。今度はベネチアの運河ですね。運河ちょっと俯瞰したような状態を描いていこうと。で建物自体はそんなにこう映っていないんですね。それは何でかというと、水面の波が先ほどの川よりも少し高いからということなんですね。でそういうのを少し理解しながら、一回溶き油、ポピーオイルだけで、これはコバルトバイオルトみたいな、私よく使いますね、この色ね。でここの水面だけはちょっとこう濡らしておいて、ティッシュで拭き取って、滑る状態、スケートリンクの上のような状態を作っておくのが私のやり方です。皆さんそれぞれのやり方あっていいと思うんですが、そして、またこれ右側からおじさん出てきてますね、右上から、そうです、これも立てて描いているわけです。で光がどう入ってどういう風に波になってるかなっていう、でここの辺は後ろの方はだいぶ光が強くダンと入っているので、だいぶ明るい色を奥の方というのは入れながら描いていっています。物の外側を描くということで、建物じゃない、水の方を描いて、光をポンと差し込ませているような状態で、そして船から出ているこう波みたいなものもどういう風になぜ出てるのかな、奥にぐーっと船が行ってるからやでとかということ、そして手前の方は少しこう斜めの線、斜めの線をクロスさせるような感じで描いていきながら、これを土台としてですね、奥の方は水平に近くなっていて、斜め手前の方は斜めの線が多くなっていくような状態にしていっているわけですよ。そういう土台を作った上から出ている細かいものを描いていく、これも同じように2層目の仕事なんですよ。だ周りのところ、建物とかこれね、すごく書いてあるようで全然書いてないんですよ。これ2層目でだいたい色を置いたでぐらいの感じで、ここからハーフトーンとかグレーズとかスカンブルとかを繰り返しながら、3層4層ぐらい書いていくんですが、途中段階ですけども、こういう状態をお見せしておきました。今これで前面の運河のところの水ができてから、ちょっと細かい筆を持ち出しましたね。これは僕はよく使っている名村さんの面相筆というのを、どこぞやの動画で先端を切るという動画を上げているはずです。忘れました。あ、どこでしょうか。あ、皆さん探してみてください。よく聞かれますけども、多分6回ぐらいこれ紹介しているんで、絶対ありますんでね、油絵関係の動画の中で本格版とかなんとかとかっていうのに必ず、作り方を載せていますので、そういうのも自分のねオリジナルのこう書き方とか、こうワンチンなんかも載せていますので、ぜひ探してください。ぜひ質問はですね、ライブペイントの時にしていただけると助かります。すごく長い質問がさっきまた最近増えてきまして、あ、返すの大変だなと、それに何分かかるんかなと思うと返すのが億劫になってしまうおじさんでございますので、ぜひよろしくお願いします。週に1回程度やっていこうと思ってますのでね、皆様の交流の場として使っていただいても結構です。そしてこのように、本当にこう右上から出てきてますが、縦に縦の線でもちゃんと物を認識しながらですね、これがこの船が、これが影がこの下に落ちて、こうなってこうなってということで、細かい描写もこのようにしながら、まず暗い色を中心にだいたい僕は描いていって、明るいのを後ほど描くことが多いです。まあこれは理由というのは、明るい絵の具というのは少し物質感をつけやすいので、後からその物質感をつけておいて、でまたこれどうせグレーズするので、グレーズした時に熱い絵の具と薄い絵の具があって、熱い絵の具と薄い絵の具の隙間にグレーズの色が入り込むんですね、指とかですり込んで、そうするとそれが暗い線になるんですよ。ということは暗い線あんまり描かんでもいいかなということで、すごく暗い線をちょんちょんちょんと描いて、あとはこうやってちょっと絵の具を手前の方を厚く塗っていくということをしながら、密度を上げていきながら2層目の仕事としている。意味わかりました。厚く塗っていって
ってその後完全に乾いた後グレーズをすることによってへこんだとこに絵の具がたまるので、グレーズくらい透明層をかけてそれを指ですり込んだら、へこんでるところがより暗くなる。だからそれが線のように見えるということをやるから、明るい色を厚く塗り、暗い色は後でできるということを後で描けますよということを頭の中に入れているわけです。これが描く前ですね。それ描くとやっぱりちょっと密度がヒュッと上がったような感じに見えませんか？どうですかね。これちょっとディティールも見せておきます。これは2層目、本当に2層目の段階、3層4層ぐらい描いて完成に持っていきますが、このように手前の方実はちょっと絵の具が厚くなっていってますよという。そして最後はですね、もうほぼ出来上がってますが、最後の密度を上げていく水面のところというのをこのベネチアの作品を使って最後お見せして終わりにしたいと思います。まあこれはもう完全にこう運河から海の方に出ていっているので、少し波も荒いので建物が綺麗に映り込むということはありませんので、例えば船とかのなんていうんですか、水しぶき、ボボ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 ボという船の水しぶきみたいなのを少しこうインパストといって、白い絵の具で厚く塗っていきながらとか、まあ今暗い色も少しちょんちょんちょんと置きながらです。同じようにまた立てて描いてますよね。でもちゃんとこう認識しながら、あ、ちょっとこれ油がもう今ティッシュで拭き取ったのは、弾いてしまっているぞということなんで、もう一度拭き取り直してまた暗いのでちゃん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 。この筆にマスキングテープたまにちょいちょい貼って見かける人いるかもしれません。なんでかっていうと、これこの筆結構5、6本もっとあるかもしれませんけども作るんですけども、絶好調の筆とそうでない筆ってやっぱ分かれるんですよ。なんかこう今この筆、絶好調やぞっていう筆にマスキングテープをつけておいて、今この人絶好調ですっていうですね、ことを分からすためにですね、っていうことでちょっと明るく、まあ、ジャイアンツで言うと岡本和真選手、今これ公開してる頃どうなってますか、10月ぐらいにこれ9月の10日15日ぐらいに録音してますから1ヶ月後ぐらいになってるかな、どうなのか、もうちょっと早めに公開するか。でちょん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 、ほらもう細かいでしょう。もう最後はこんな感じです。明るいところに人間の目って行きやすいので、特に明るいところというのはすごくこう神経質デリケートに描いていっているということがわかるんじゃないでしょうか。ちょん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 ということでですね、少しモデリング、絵の具を厚く塗りながら、奥のところもそうですね、描いていっております。で手前の方というのは少し波が粗めに描いて、奥の方というのは本当に静かにというか、そうするとやっぱりこう手前の方、遠近法ですね、遠近法によって、大きさの遠近法によって手前の方の波が大きいということが分かれば、ギュ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 と大きくなっていくということが描けたりとかですね、奥の方は小さくなっていくとかというのが描けていくわけですね。といった感じで、ディティールを描きながら完成というような、もうちょっと書くのでこれサインも入っていない状態、最後お見せしますが、完成、なかなかこう完成というのはですね、自分の中でどこで終わりにするかというのはなかなか難しくて、ずっと何日間か眺めてたら、もうちょっとこうした方がいいかな、した方がいいかなっていうのをよく絵って出てくるんですね。だからまあ本当にいよいよ締め切りになったら、まあ、あかん、もう終わりとかっていうふうに言うんですけども、案外こうサインが入ってない状態でずっとアトリエの壁に貼ってあるということは多々ございますといった感じで、少し最後明るい色を描いていきながら、密度を上げていった次第です。まだ描いとるかって感じで、左の方がどっちかというと太陽が強いのか、少し、黄色い波になっていたので、朝日なんですね。これ朝日のベネチアを描いています。明るい黄色っぽい、光が当たっている波というのを少し丁寧に描きながら、密度上げ完成の方に向かっていった次第でございます。波というか水面に特化した動画でございました。油絵ですね、どうだったですか、面白いですか。こういう風にね、ちょっとマニアック、髪の毛シリーズとかね、波シリーズとか、あ、案外こうやって作ることできるなという気がします。こんな感じですね、手前に波が来てるぞというベネチア8号の作品でございました。解説は以上です。
ご視聴ありがとうございました。どうだったですか？3種類の水をですね、ものが映っている状態であるとか、あとはちょっと俯瞰したような状態の運河ですね、ベネチアの運河であるとか、もう完全に海の中に、島がある状態ベネチアですけども、というような3種類をお見せしました。共通して言えるのはやっぱりこう物事がどういうふうに成り立っているかということをやっぱりこう観察して考えて描いてあげるということだと思いますので、皆様も少し冷静に考えながら丁寧に描いていけばこれぐらい描けるようになってくると思いますので、ぜひ頑張ってみてください。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。ではチャンネル登録よろしくね。 SNS もやってます、よろしくね。